吉田さん、ね、つんくさんね、声が出なくなって、それでもまあ生きていくことを選んだわけですよね。確かに声は出なくなったんですけども、思いを伝えることができる、人を指導することができるのかなと思います。まあけどね、そうは言っても声が自由に出せた時の活発な時代ってのは戻らないですし、まあ、遅かれ早かれ自分の得意分野って相対的に得意とは呼べなくなってくるんですよね。ライバルが追いかけてきて、若い人間がどんどん自分を凌駕していく。だからこそなんですよ、自分が一番今できることを精一杯やって、伸びるだけ伸ばしておいて、まあ、自分の人生に一石を投じるというのか、一花添えるって感じですかね。だからやっぱりね、そこなんじゃないかなと思うんですよ。で、自分の得意分野を使い切ったからこそ、それが使えなくなった時でもまた別の勇気や励みとか前向きな気持ちとかっていうのが育まれていて、その気持ちが今度は別の生き方を指し示してくれるんじゃないかなと思うんですよね。でも仮にね、自分の一番得意なことが塞がれたらどうするかなと思った時に、やっぱりまずは絶望して、そして自分の状況を受け止めて再構築するのにちょっとね、時間がかかるかもしれないし、その時は人の励ましとかっていうのに頼るかもしれないですね。さあ、私がですね、今一番ビジネスで得意としているものは、まあ、いくつかあるんですけども、例えば YouTube が使えなくなったらどうするみたいなことがあるわけですよ。まあ、でもね、サブチャンネルを使ったりとかっていう方法はあるんですけども、少なくとも Facebook や Twitter っていう YouTube とはちょっと一線を画した別の SNS を使うことによって探してくれる人はいるんだろうなと思いましたね。これだから自分が得意分野というふうに YouTube を認識した時に、最大限できることをやってきたからかなと思いますし、自分の商品を売ることによって、まあメールアドレスをね、得たかなと思います。つまりメールアドレスがあれば YouTube が動かなくてもなんとかなるかなと。最悪動画の有料プランをね、Vimeo などで申し込んで、それをメールアドレスでつながった人に対してだけ送るみたいなメルマガ作成もできるわけですよね。つまり何かで一等中の存在になったら、別のメディアも使っていける。そしてこれはよくあることですけども、ある一つの業界でトップレベルになると、別の業界のトップレベルと今度はトップ同士っていうマーケットでつながることができるんで、やっぱりね、行けるとこまで行くっていうのはすごく大事なんだろうなと思いました。まあ、本当つんくさんのことを考えたら、いたたまれないものがありますし、それがね、自分の身内とか自分自身に起きるのかなと思ったらちょっと怖いですよね。まあ、吉田さんも感じられてると思いますけども、いや、お父さんやお母さんがね、もう10年前とか20年前のようには体も思考も動かなくなってくるわけじゃないですか。それはまあ私たちにも同じように迫ってくるわけですけども、まあ、だからね、私も感じますけども、せっかくね、今みたいな状態になって美味しいものを食べに連れて行きたいけども、もうたくさんは食べれないね。だからコースメニュー頼んでもメインディッシュに来るまでにもうお腹に入らなくなっちゃってね、見てるだけになるとかで非常に残念な思いをしたりとか、で旅行に行こうと思っても結構ね、くたびれやすくなってきて、長期の旅行がね、なかなか難しかったりとか、休み休みになったり、それからあんまり頑張ると腰が痛くなって旅行から帰って 2,3 日寝込むみたいなことになっちゃったりとかね。人生の旬ってのはそんなにいつまでも続かないんで、コツコツと時間をかけてっていうのは確かなんですけども、時間をかけるのにもちょっと限界があるから、急いで慌てず正確になって感じになるんでしょうね。ということで今回は急ぐという感じにしてみましょうか。はい、生徒はことを子孫じると言いますけども、でももうさすがにね、いい年齢になったらじっくりやってる暇はないということにも気づかなくてはいけないのかなと思いますけども、いかがでしょうか。